会場のメキシコのエルトレオは今日も超満員です。2万2000人と膨れ上がっています。メキシコマット界で今大流行を出しています。6人タグマッチが行われようとしています。カネック・ドスカラス・マルンバ組対初代ナショナルトリオチャンピオンの MS-1 サタニコ・ピラタモルガン組であります。このロス・インフェルナレス、地獄の使者たち、オレンジ色のタイツ、非常に現在メキシコでは人気を博しているトリオであります。初代のナショナルトリオチャンピオン、今日はこのロス・インフェルナレスが迎え撃つ相手は強豪カネック・ドスカラスのマスクマンに巨漢マルンバを加えての強力トリオチームであります。時間無制限3本勝負、試合は2本先取した方が勝ちです。従いまして連携プレー、緻密なコンビネーションが要求される6人タッグマッチです。今メキシコのマット界ではこの6人タッグ、シックスメンタッグが非常に人気を博しています。試合前早くもエキサイトしています。ロス・インフェルナレス、オレンジ色のタイツのトリオがマルンバ、カネック・ドスカラス組を攻めつけています。エプロンサイド大きいのがウドゥ・マルンバ、そしてマスクマン、カネック・ドスカラスはもうおなじみであります。このカネック・ドスカラスは最近はタッグを組んでメキシコでも人気絶頂になっていますが、日本では決して見られないタッグであります。現在メキシコの最強タッグ、そのカネック・ドスカラスにマルンバを加えてのトリオであります。今ブザーが鳴ります。1本目が始まりました。無制限3本勝負であります。オレンジ色のタイツ、ロングタイツを履いています。サタニコ、 MS-1、 MS ウノ、そしてピラタモルガンのロス・インフェルナレス、この選手がエル・サタニコ、カネックを攻めつけています。そして固めのジャック、ブラックジャックのピラタ・モルガンがマルンバを攻めます。6人が入り乱れての乱戦になっています。1本目、時間無制限の3本勝負、先に2本先取した方が勝ちであります。先日の定期戦で EMLL 代表として決定戦に臨みまして、 UWA 代表ロス・ブラソス、ブラソ3兄弟を2対1で敗れまして、初代のナショナルトリオチャンピオンに輝きましたロス・ヌエボ・インフェルナレス、地獄の使者たち、オレンジ色のタイツをつけています。そして相手はマスクマン、カネック・ドスカラスにアメリカ人、ただ一人アメリカ人のウール・マルンバを加えてのトリオであります。強力トリオ、そのマルンバを攻めつけます。ここでドスカラスが反撃に転じます。モルガンを攻めつける、パンチ攻撃、エルボー、そしてマルンバも息を吹っ返す、得意のヘッドバット、思わずサタニコが倒れかかる。体力を使ってのマルンバの攻撃、場内お客さん大喜びです。これを踏みつけるマルンバ、日本でもおなじみのマスクマンのエル・カレックとドスカラス、この2人がかりの攻撃、ヘッドバット、フライングヘッドバット、相手の胸元に炸裂。1本目、最初はロス・インフェルナレスが攻勢に攻めていましたが、途中から徐々に攻勢に転じてきましたカネック・ドスカラス、マルンバ組です。ちょっと油断させまして、その後膝を上げました。これがMS-1、MS-1 であります。アレナ・コリセオでアカプルコでリンゴ・メンドーサを下しまして、28代の NWA 世界ライトヘビー級チャンピオンになっています。この MS-1、 MS-1、 サタニコと組んで2人がかりでマスクマンを攻めつけています。エルカネックを飛ばして2人がかりの攻撃、カネックは思わずエプロンサイドからリング下。現在メキシコの大きな団体としては UWA と EMLL がありますが、このオレンジ色のタイツ、ロス・インフェルナレスは EMLL に所属しています。二人がかりでドスカラスをリング下に叩き落としました。マルンバが中へ入ります。
そしてカネックが現在 UWA の世界ヘビー級チャンピオン、ドスカラスが前 UWA 世界ヘビー級チャンピオン、この UWA と EMLL の対抗戦とも言うべきこの6人タッグマッチです。3人がかりでマルンバを攻めます。なかなか体の柔らかいマルンバ、巨体を持て余しています。3人がかりでこの巨体をどうにか料理しようとロープに振る。ニュートラルコーナーに叩きつけました。館内は2万2000人とたくさんのお客さんを集めています。パンチ攻撃、 MS ウノ、 MS1 です。さらにパンチ攻撃を続けます。しかし油断はなりません。マルンバが反撃、ヘッドバット、得意のヘッドバット、相手がひるんだところを今度はロープに振る。そして体当たり、モルガンを攻めるマルンバ、ショルダースルー、そして抑え込んだ、これはカウント3、そしてマスクマンも入る。ドスカラスがサタニコ、そしてカネックが MS1 を攻める。ドスカラスはエビが食べてカウントは3、そしてカネックも MS1 をエルボードロックから抑え込む。1本目マルンバ、ドスカラス、カネック組選手、見事なコンビネーション。日本でも見られないこのカネックとドスカラスの最強タッグにマルンバを加えての最強トリオ、この初代ナショナルトリオチャンピオンのロス・インフェルナレスを下しました。1本目、さらに2本目を有利に進めようと追い打ちをかけます。スタミナをロスさせようという作戦でしょうか。マスクマンがロス・インフェルナレスを攻めつけます。マルンバに送る、完全に巨体のマルンバが相手を下しています。1本目はカネック、ドスカラス、マルンバ組がロス・インフェルナレスを破っています。まもなく2本目に入ります。1本目マルンバがモルガンを抑え込み、そしてドスカラスがサタニコをエビ固め、さらにカネックがエルボードロップから MS1 を抑え込みまして、1本目カネック、ドスカラス、マルンバ組が制しています。会場のエルトレオン、2万2000人と超満員、まもなく2本目に入ります。早くも戦闘態勢に入っていますドスカラス、そしてエルサタニコが自らの体力を誇示しています。2本目が始まります。ドスカラスとサタニコ、ロープに振る。